リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリントです。はい、本日はね、先日お迎えしましたという形で動画を上げてたんですけど、名前をねちゃんとそこではご案内できていなかったので、しっかり名前をご案内した上で、掲示のご紹介とかもねしていこうかなと思います。はい、ということでそちらの本題入る前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローお願いいたします。はい、ということでね、先日お迎えいたしましたミニウサギちゃん、名前はねもうその時に大体決まっててって話をしていて、スズという名前になるんですけれども、すずちゃんの、名前の漢字が決まりましたので、そちらの漢字の方のご紹介でございます。タイトルの方にもね、書いておりますけれども、春にすずと書いてすずと読む形になります。なので春すずと書いてすずと読みます。はい、ですずというね名前の、由来なんですけれども、まあ、インスタの方にはね、インスタとフェイスブックの方にはね上げていたんですけれども、私のリントという名前なんですけれども、リントの、その名前の由来っていうのが本名と私の好きな曲の合わせ技でできた名前なんですけれども、まず、トの方が、私本名下の名前がユートと言うんですけども、ユートのトの字のトだけを取ったって感じなんですね。でプラス、リンっていう方なんですけれども、まあ、今リントっていう字は凛々しいっていう字にウサギっていう風に書いて漢字読みさせるんですけれども、そのリンの前っていうのが実は浅木さんっていう、まあ、よく私が言っているねコナミのアーティストさんなんですけれども、その浅木さんの曲に赤い鈴っていう曲があるんですけれども、そこから来てるんですよね、リンって。で鈴なんですけれども、で歌詞にもリンって入ってくるんですけれども、その部分のリン、そして赤い鈴の鈴の別読みでリンっていうのから、なんか漢字が欲しいなってなって、漢字を、リリシーの、まあ、リンですね、リンとしたとかのリンですねに、下をウサギっていう風につけてたんですよね。で、まあ、もともとウサギ大丈夫もともとウサギが好きで、まあ、ウサギは好きだったんですけど、和風な感じのウサギ、白い和風の感じのこうイラストとかになっているウサギっているじゃないですか。ああいうウサギが好きでですね、はい、で、まあ、そこから和風っぽい感じっていうので、自分のリントっていう名前はまあウサギの漢字のウサギっていうやつをね使ってたんですけれども、で、まあ、ずっと白いウサギを迎えれたらいいななんていうタイミングで、まあ、ちょうどこう出会いまして、でそこからお迎えしたっていう感じなんですけれども、自分の名前の由来にね一応そのウサギが入っていたので、ちょっと自分の名前に何か、当て込めないだろうかっていうところでいろいろ考えて、私の名前の由来をばらして、でバラした結果、トはもうウサギっていうのは当たり前の話なんで、ウサギちゃんなんでね、なんでウサギの方は使わない、トは使わないってなって、でリンの方を使おう、でリンを元の一個前に戻すと鈴になるので、鈴っていいなと思って、ただそのまま鈴っていう普通の漢字使うのはどうかなっていうところで、なんかちょっとひねりたいなというところから、鈴っていう風に読める漢字をいろいろこう探していったら、春っていう字が実は鈴、すって読めるみたいなのよ。春がす、だから篠原さんとかっていう名字とかだとね、春って書いてすって読ませるんですけれども、あ、すって読めるんだっていうのをそこで知りまして、で、そこから、鈴っていう方の漢字に関しては、すともずとも読ませることが可能みたいな感じの書き方を、まあ、ネット記事とかで見てっていうところから、春と鈴っていうのを合わせてまず春鈴にして、で裏モチーフ、これはもうこじつけに近いんですけれども、まあお迎えした時期が春っていうところでも、まあ春を使えるなっていうのと、そしてね、私の悠人の悠の字なんですけれども、悠久とか悠々としたとかっていう、カタカナの「イ」があって、なんかこう縦棒があって、で下が心になってる「U」の字があるんですけれども、その「U」の字って実は別読みにすると「春」って読めるんですよ。っていうところから、私の本名と、そして私のハンドルネームの名前の
とじゃない部分を両方使えるっていう名前になるなというところで、春に、鈴なので鈴の方は、凛との凛の方との由来になっていて、春の方は優との優の字になるっていう形、はい、っていうところから名前を取り、春鈴と書いて、鈴と読ませるような形になりました。はい、で今うちに来ておおよそ1週間経つか経たないかぐらいなんですけれど、もともとねシェフィーさんのいたケージを今こんな感じで使用しております。ちょっと開けていこうかな。開けるとね出てくるんですけど、はい、今あそこのおもちゃを必死にガチガチしてますね。歯が痒いのかな。でケージの中身はこんな感じ、もともとシェフィーさんの使っていたハンモックがそこにあって、今シェフィーさんのハンモックは、はい、新しく貼りました。寝てるねハンモックの下でちゃんと、あの子のハンモックの使い方は、下で眠るんですけど、この子はちゃんとねハンモックの上に乗る子でございます。はい、でハンモック買って、あれ100均です、あれも100均です。で下にペット、パネルヒーターか、ペット用のパネルヒーターがあって、あれはもともとシェフィーさんが使ってたやつを、すずちゃんにねあげたんですけれども、こっちはねこっちで緑商会さんのパネルヒーター、レオパのあのケージの中にも入ってるし、あそうレオパもねシェルターだけ買いました、和風のゆるレプさんで購入したやつですね。はいはいはい、でレオパのケージにも使ってるし、ここにも使ってるこれですね、はい、緑商会さんのやつで、お出てきた活発ですね。ちょっと中にいて、ちょっと中にいて、ちょっと中にいて、はいはいはい、でこのパネルヒーターの、L サイズ、これ S なんですけど、これのね L 違う M サイズか、 M サイズがあったので M サイズをあそこのね下に入れてます。なので1個ちゃんとこっちにも上げられるっていう状態ね。そうここにもねこれ下デュビアなんですけど、デュビアのケースを上からこう温めつつ、上のね、セーブシシバナヘビのサナちゃんも下の部分から温めれるっていう感じで、2way ってことじゃないけど2箇所に使えるみたいな感じにしてます。デュビアはね下うんちが溜まるようになってるんで、下にはちょっとパネルヒーター置けないんで上から温める方式を取ってます。まあデュビア結構強いんでね、温度にはね全然問題なく生きていってくれております。はい、ちょっとね話がそれましたけれども、それでね余ったっていう言い方あれなんですけれども、パネルヒーターがね1個ここに置くことができたので そこのところに入れているっていう状態ですね。で横のところにあれトイレですね。でこっちがそう、ここもね開け方をちょっと変えて上からパチンと開けれるようにいたしました。でこれはなんかかじり気になればいいなと思って入れたやつ、もう思いっきり噛んでるね。で奥にトイレはやっと覚えてくれて、あそこでおしっこはするようになりました。うんちはねもうその辺でポロ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 いっぱいするので、ただこの辺でもおしっこしてるからちょっとまだおしっこ覚えきれてないね。この辺がおしっこの跡がすごいねこれね、うん、この辺でもおしっこしちゃって、この辺におしっこしてるね。それはまあなんかちょっとずつ覚えていってくれて、あそこにおしっこをしてくれることを祈ります。なんかこんな話をしてたら出てきた、そして私が構ってくれないのが分かったから戻った。構ってほしかったな。はい、って感じでね、うんち入れがあって、こっちに、チモシーの、チモシーボックス、そしてそこご飯、あもうご飯食べちゃったな、あなた、ファンサーがすごい、この子ねまだ1週間ぐらいなのにファンサーがすごいんですよ。ですごい人慣れしてて、出してってやってくる、そこビチョビチョになるよ。あーどうぞ。でここにね水で、チモシーを水の中に入れがちっていうのを結構こういろんな人のこうケージの作り方とか見てる時に思っ、なんかチモシーがねすごい水の中に浮いてるのを見て、水の置き場をちょっとこっち側にしてちょっと距離を離すようにいたしました。君なんか部屋散歩しそうだから今はダメ、部屋散歩全然していいんだけど今ご紹介中だからダメ。はい、っていうところでね、ここに水入れてちょっと空間をねここに、10
センチぐらいかな、作ってあげて、チモシ入れるボックスをつけて、餌入れがあって、一番奥のこれが今キャベツと、これ下に小松菜の茎が入ってるね。あの全然小松菜の茎食べないんだけど、あの小松菜の茎は食べないで余ったら最後指輪の餌になります。うちのあのなんか余ったものは大体デュピアが最後食べてくれてますね。マナちゃん、うちのルセットコウモリのねマナちゃんが余したバナナとかも最終的には、デュピアが食べてくれております。もう残飯処理ですね本当に、っていう感じでございます。今はね、この子人参とかもあげてみたんだけど、人参は食べないし、なんかちょっとかじでペッて捨てたんで、人参とかあと小松菜の茎も硬いと食べません。なので小松菜の茎を手でこうほぐす感じ、こうジャキ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 って押して崩して入れとくと食べます。まあそれでもなんか好き嫌いがあるのか、小松菜の茎は食べません。葉っぱの方が好き。あともう外出たいんでね、外出すか。であとはキャベツ、キャベツもね茎の部分は余します。なので余った茎の部分は、まあ、そもそも先に私が食べるようで置けておいて炒め物にしたりとかね、すれば食えるんで、あちゃんと乗っかってる、炒め物にしたりとかっていう感じで、本当私最近茎をよく食べてますね。茎炒めて肉と炒めれば食えるんで、そんな感じでございます。ちょっとご飯は後で入れるから、朝入れた分がもうなくなっちゃったのね、あなたね。はい、っていう感じのケージ作りです。チモシのボックスとあそこのトイレに関してはジェックスさんのやつ使ってるんであれなんですけれども、他のはね大体100均です。お得意の100均で、これは100均で300円だった、水ボトルで、ここにね鼻ごてて穴を思いっきり開けて、通しました。でこっちのチモシボックスの横も、鼻ごてて穴を思いっきり開けて、差し込みました。はい、鼻ごて様々ですね。であそこのところのやつはあれ植木鉢をこれね置いとくボックスで、この上のこれは普通のなんか器です。100均に売ってた、なんかうんちまみれね、うんち捨てよ、はい、っていう感じです。これも100均に売ってたなんかやつです。100均様々って感じです。で今ちょっと洗っててここにないんですけど、ここにクロミちゃんのタオルとぬいぐるみを入れてガチガチできるようにしてます。クロミちゃんのなんかああいう入れ物のあんな柄じゃなくて、もっとなんかクロミちゃんがいっぱいバーって映ってるやつがあるんですけど、今ちょっと洗濯中でちょっとそこにおしっこをするのをちょっと覚えちゃったんで、おしっこをねちゃんと覚えてもらおうというところで今洗ってるんですけれども、それがねここのところに置いてあって、タオルがあってなんか寝れる場所みたいなところをね、ベッドみたいなのを作っておりました。それはまあ後日またね映せたらなと思います。はい、で今もう散歩で外出てしまいましたけれども、今はつけないんですけど、部屋で散歩してる時にはこんな感じでハーネスまでいかないんですけど、まあ、ハーネスみたいな感じ、ここを胴体、ここ首って感じで、ここから足が出るような感じでリボンを作って、鈴がねなってどこにいるか分かるように作ってあります。で一応胴の長さをねちゃんと測って、苦しくないゴムを使用してるのでご安心いただければなと思います。ただずっとつけてるとちょっと気になるみたいね、ずっとつけてるとちょっと気になるよね。もう少しつけて散歩させるか。よいしょ。じゃあつけてる間はシェフィーさんを映しておきましょうか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、これ首の方につけるよ。はい、偉いね。よし、これでどこ散歩してももう満タンだね。よし、ちょっとリボンの位置だけ調整するよ。はい、出来上がりっていう感じで、はい、こんな感じで付け終わりました。で付けたばっかりなのでなんだよっていう顔してますね。ですが普通にああやってピョン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 いきますね。付けたばっかりなのでちょっと気になって首の部分なんかいろいろいじったりしないわ。散歩できるのが楽しくて仕方ないみたい。
ただこうやって近づくと私に寄ってきます。割ともう慣れてる。すずおいで。あ、今は違う。あ、来たね。気づくまでちょっとタイムラグがあります。すずおいで。こうやってね、足元まで行きます。かわいいよね。すずおいで、おいで。ちょっとだけ首についたの気になった。あ、ちょっと来たわ。すずおいで。おー、びっくりした。おー、自分で帰る。もうね、自分でちゃんと帰ります。ここがケージって分かってるみたいで、部屋散歩中はね、どこ行ったか分かるように一応やってね。で、他の子たちに比べると部屋散歩はでもさせやすいですね。あの、入ってほしくないところにほとんど入らないので、うん、あの、袋ももんがほど本当に隙間隙間に行かない、大きい通りって言ったらいいのかな。あの、袋ももんがとかだと本当こういうね、隙間にめちゃくちゃ入るんですよ。で、もう全然見えないところに行っちゃったりとか、で、あとうちのシェフィーさんもそういう隙間にすごい入っちゃうんですけれども、それがね、結構ないので、そういうところはね、助かります。本当に。でも、この子はそれがない分いい感じですね。なので本当にこうやって部屋散歩させてって感じですね。ちょっとだけ鈴気になってるね、つけたばっかりだから。気にしないで散歩しな、気にしないで散歩しなって言ったって気になったよね、多分ね。普段つけてないから。ただ今動画映してる最中だからつけてなくてもいいんだけど、まあ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 、こういう感じでね、お散歩してます。痛い。たまに私の足をかじります。なんかわかんないけど、ささくれかなんかをかじります。痛いからやめてほしい。まあ甘噛みなんだけどね。よし、帰ろう。よいしょ。で、一旦動画を終わるから、あなたその鈴取るよ。こんな感じっていうのが見せられたんで、もう取るよ。はい、どうぞ。はい、っていう感じでね、まあ一応散歩用の道具でございました。あ、帰っていいよ。帰って。もう遊びたくて仕方ない。遊ぶの後にしようね。この後遊んであげるから。あこの後遊んであげるから、鈴。動画だけ終わらせさせて。はい、っていう感じでございます。もうこんな感じでね、この子はもうベタベタちゃんのベタ濡れちゃんでございますね。はい、今後ね、すずちゃんの動画はかなり出ていくと思います。あの、インスタの方では1分のショート動画、ストーリーで上げてる動画がね、たくさん今溜まってて、そのストーリーで上げた動画をまとめて1本の動画にしたりとかね、していこうかなと思っております。あとはまあ、うちでの飼育のね、環境の変化とかがあれば ご紹介したいなと思うんですけど、多分一般的な、飼育方法とうちでやってることはほとんど変わんない気がするんですね、ウサギちゃんに関しては。もうで、ウサギちゃんの飼育の方法っていうのはかなり袋ももんがとかね、サバンナモニターとかそういうのに比べるともう確立してきてるので、本当はチモシがあって、ペレットのね、ご飯があって、で、ここに水があって、で、お野菜入れるところがあるかないかっていうのはその人その人で差があると思うんですけど、うちはお野菜は別で置きたいなと思ったので、お野菜は別でって感じ。あとはまあ、かじり木とか、そう、歯が一応伸びるので、そう、日々ね、伸びていくので、まあ折れちゃったら生え変わっては来ないみたいなんですけれども、基本的には歯がね、こう伸びて伸びてっていうので、それがね、かゆくなるというか、こう気になるのをね、噛んで解消するので、噛めるおもちゃを入れて、で、私今履いてないですけれども、洗ってるベッドになるようなね、ものが一応あるので、それを置いてっていう感じの環境ですね。で、まあ、もしかするとこの子がね、まだミニウサギ、 お話によると、お母さんが、お父さん、どっちか忘れたや、お父さんなのかお母さんなのか忘れちゃったんですけれども、出てこようとしないな、どっちかは忘れちゃったんですけれども、片方がネザーランドドワーフで、もう片方がロップイヤーっていう話なんですよね、ショップさんでお話を聞くと。なので、ロップイヤーみたいなちょっと毛がモコッとした感じ
で、ロップイヤーみたいに耳は垂れ下がってないので、その耳の感じとかはおそらくネザーランドドワーフから来てるのかなと。で、どっちも結構ちっちゃい子ではあるので、本当にちっちゃいままの可能性もあるのかなというところではあるんですけれども、まあ、あまりにもなんか狭そうになってきたらケージはまた改築します。その状況に合わせて、まあ、高さはでもこっちは問題ないと思うんだけどね、こっちがちょっと高さが足りないかもしれないんで、その辺はちょっと状況見ながらやっていこうかなと思っております。はい、まあ、あとほぼほぼね部屋散歩めちゃめちゃさせるんで、この子他の子に比べると変な隙間に入らないんで、本当に他の子たちはもう隙間が好きですね。大きい通りにいることの方が少ないので、シェフィーさんも散歩させると本当にこういう隙間、こういう下の隙間、もう隙間隙間に入ろうと、隙間に入ってやろうっていう意志がねすごい感じられるんですよ。フクロモモンガンもそうです。あ、今ちょうどパッちゃん出てるね。パッちゃんとかも本当に隙間隙間に入る子なんですよね。なんで部屋散歩させてるともう隙間に入っちゃって大変なんですけど、この子ね隙間にはずっと全然たまに入りますけど、ここ飛んでね、飛んでピョンって入りますけどすぐ出てくるんで、隙間でじっとしてるタイプじゃないのが助かってますね。何もう出してくれって後でね、この後出してあげるからね。はい、っていう感じでございます。ちょっとねうちに来てまだ1週間ほどなんですけれども、1週間ほどでこの状態でございます。なんかもう1年ぐらい、1年2年ぐらいうちにいたんじゃないかと思うぐらいおとなしい子たちでございます。もういたでしょうちにって感じ。はい、そんな感じでございます。あ、分かった、出すこうやってアピールがすごいんですよ、この。あ、ちなみに女の子です。今更だね。ちなみに女の子です。もう出せ出せアピールがすごいんですよ、こうやって。可愛いんですけどね。まあ、危ないとこ本当に入んないんで、楽です。他の子たちに比べて、他の子たちはもう入るんで、どこ行ったってなるんで、こいつはねどこ行ったにならないのが助かっております。はい、っていうところでね、うちで新しくお迎えしたミニウサギちゃん、のスズ、女の子ですね、のご紹介でございました。これからねこのような感じで動画また増えていくと思いますので、よかったらよろしくお願いいたします。本日の動画は、以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方フォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントーでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。